専門学校日産栃木自動車大学校は栃木県河内郡上野川町に設置された学校法人日産学園が運営する私立専門学校。1983年に日産自動車株式会社により日産販売会社の即戦力となる整備飼育成を目的に設立された専門学校である。 全国の日産販売会社に多くの整備士を輩出している。教育理念は常に時代をリードし人間力や技術力を備えた自動車エンジニアの育成で自動車業界の貢献を目的としている。自動車整備士国家資格の取得は1級、2級を問わずに開校以来高い合格率を維持している。日産自動車の自動車整備技術習得を中心とした 授業の他にも、カートレース大会や、日産反射産学連携授業、モーター証見学、日産自動車座マ記念小見学など、様々な課外授業が行われている。就職に関しては、全国の日産販売会社を中心に毎年高い、就職内定率を誇り、取得受験資格には、国家1.2級自動車整備士がある。2012年から2018年まで、 近藤レーシングとの共同プロジェクトでスーパータイ STX クラスに参戦していたが2019年より同プロジェクトでスーパー G T GT GT300 クラスに参戦している創立20周年記念式典を挙行日産栃木自動車大学校の学生寮は学校から1 5トルの距離に男子専用の殿山寮がある 全室エアコン完備の6畳洋室南向き。大浴場や食堂、喫茶室の他に、自動販売機、洗濯乾燥室、学生用の駐車場が設けられている。ありがとうございます。